こんばんは。こんばんは。あとはチークをしようかな。あと眉毛もしよう。画面がかも鏡代わりだね。本当にそうですね。こうやってね、眉間にシワを寄せて描くとすごい綺麗に描けるの。よし。あとはチークをします。チークは、こうやってこうやってやる、よし。石田千穂の配信メイクって感じ。こんばんは。皆さんこんばんは。イヤリングしないの？あ、しよう。イヤリングしよう。何しよっかな。これしよう。星で形が違くて可愛い。あんま見えん。まあ気持ちの問題ですよね。何かつけてるのは分かるか。
こんばんは。皆さん、今日は何をしてましたか？そっか、今日平日、今日から月曜日ですもんね。今日ゆっくりできた。ゆっくりできました。今日はお休みだったので。なんか昨日リハと練習とリハと本番合わせて3公演ぐらいやったんですよ。3公演分、それ3公演分プラス6曲ぐらいやって、でめちゃめちゃ踊ったんですよ昨日。だからその分今日めっちゃまったり過ごして、なんか高低差がすごかった。昨日はすごい動いてたから、そう、寝落ちしちゃったの昨日。なんか最近結構お風呂上がりにリビングで寝ちゃうことが多かったんだけど、それは10分とか10分経ってあっってなることが多かったんだけど、そう、最近お疲れモードだったんだけど、昨日はそう6時まで寝ちゃってました。リビングで。で途中6時に目覚めてベッド行って寝ました。誰も気づかんかった。そう、なんかチョウがお風呂出るのが大体2時とかだから、みんなもう自分の部屋行ってるんですよね。そう、まあ日によるんですけど、昨日はそのぐらいでした。そうね、昨日は12時まで配信して、そっから、昨日は2時とかじゃないか、1時半ぐらいにお風呂出たかな。そっからちょっとゴロゴロしてお風呂入ってって感じで、足のマッサージとかなんかいろいろしてたら寝てた。足のマッサージめんどい時ない？ある。めんどくさい時はすごい、いつも結構時間かけてるんですけど、もう時間かけずになんか5分5分で済ませたりする、両足を。整体に行くことあるの？ないですね、本当に。一回だけ行ったことある人生で、整体。けどなんか、
毎日の予定が分かんないし、なんか毎日何かしらあったから自粛前は。でなんか予約とかもできなくて行ってなかったんですけど、で自粛期間中も行ってなくて、で行ってないそう、でも行きたい、整体とか、そう。いやー、怒ってるかな。なんかさっきからさ、すごいね、コメントがすぐ止まっちゃう。で一回配信をなんか更新みたいなのしたら、更新じゃないけどなんかやり直すっぽいことしたらまた戻るんですけど、止まっちゃう。昨日と同じか。そう、なんで、なんでだろう。あ、今動いた。あ、でもファンの方もなってる人いる。これ私のルームだけなのかな。でも家で配信するときはね、いつも安定してるんですけどね。そう、他のルームもよく止まる。で、サーバー的な問題なのか。わかんねえ。わかんねえぜ。リタちゃん可愛かった？可愛かった。なんかすごいメールでも送ったんですけど、なんか昔の自分たちを見てるような気持ちになりました。なんかステージとか MC とか見てて、もうすごい一生懸命な感じが伝わってすごい可愛かったし、昨日はいっぱい楽屋で話せて、そう、なんかみんなね、すごい人懐っこいメンバーが多いかもって思いました。サラピー圧かけたためるきた違う、サラピー違う、サラピー、あ、めっちゃ話した。サラピーがすごいなんかねえ、話しやすいし、みんなといっぱい話せて、サーヤンが二人で話したって喜んでました。そう、サーヤンとね、二人でね、いっぱい話した。とね、さやかりんとね、れいかちゃんともね、渡辺ちゃんとも、うつみちゃんともね、話せて、そう、すごいなんか私、何、一回、何、一番最初に話すまでがすごい勇気がいるんですよ、自分的に。
どうやって話しかけたらいいのかとか分かんなくて、でも、一回話したらそう話せるようになる気がするから、早くお仕事で一緒になりたい。みんな可愛い。そう、みんな可愛い本当に。現場で見たいね、本当に。あのチャートリー乗せ取りはもう現場に来てしまったならば、次の日の声がもう保証できないみたいなぐらいだと思うので、超楽しいと思う。ピヨンヌでハートの独占券みたい。そう、あれはね、日替わりなんですよ。だから日替わり、曲もメンバーも日替わりで、みんなソロやったりするので、皆さんそれも毎公演楽しみにしていてください。ね、次いつなんだろう、早くやりたい。ドライブインライブは決まってるけど、公演はまだ決まってないので、えっ、みーちゃんからのメールで、ちょうちゃんの選曲褒められてました。嬉しい。みんなでいっぱいね、意見出して決めました。そうね、衣装ね、ユニットとか特にね、ナターシャもオニューも超の目標というか、欲しいもの欲しいもの、なんて言うんでしょう、は衣装が欲しいです。チャートリーとか
そのユニットごとのリトちゃんの衣装とかチャートリの衣装とかが欲しい目標。でもね、そろそろできてもいいのではないかと私は思っています。なんか最初は結構期間限定のユニットって感じで始まったから、船ができるまでの、だから衣装なしとか T シャツとかで始まったのかもですけど、もう結構もう時が経ってできてから、そう、まさか今日もこんな続くって最初は知らなかったからびっくりだし、めっちゃ嬉しいけど、もうそろそろ衣装欲しい。衣装欲しいな。そのユニットごとに合った衣装、チャートだったら可愛い系とかさ、スタジオだったらなんかダンス踊りやすいかっこいい感じとか、そういう衣装あったら嬉しいですよね。そう、なんかさ、結構お祭りのイベントとか呼んでいただく機会とかあって、その6人の少人数のステージとか、そういう時とかにさ使えますもんね。そしたら、うん、もしチャートリで衣装ができるってなったら、多分今までの STU にないような衣装になりそう、うん、なんかさ、今ある STU の衣装は全部なんかザ・アイドルっていうやつがない気がする。爽やかな感じとか、そう、スカートフリフリ系が多分本当にあんまりなくて、フリフリしとってもなんかアイドルっぽくないフリフリというか、だからもしチャートへの衣装ができたら、今までにないタイプの衣装になりそうでワクワクする。コウコちゃんがフリフリ、でもコウコちゃんのアボガドジャネーシの衣装めっちゃ似合ってた、あのツアーでやってたやつ、うん、可愛い子はどういう系でも似合いますよね。そう、
楽しかったな、昨日。楽しかった。そう、今日雨降ってたっけ？さっきまで雨の音しなかったのに急に雨の音するようになった。ではステージにいる時が一番可愛いね。面白い。これから降るらしいよ。そうなのか。あ、ね、ふーちゃんのラジオが決まってた。すごい。すごいすごい。雨の音聞こえるね。なんか急に配信始まったか。すごいラジオ。しょうちゃんもラジオはよ、姉ちゃんもラジオ憧れます。なんか足のマッサージしながらラジオ聞くこと結構多くて、そう、最近ラジオを身近に感じます。しょうちゃんラジオ出現率低い。そう、低いじゃん。あ、でも最近チリパを最近行った気がする。渡辺ちゃんと、その前もね、ちょっと前に行った気がするけど、それまでは本当になかなかなかったですね。あとおきちゃんのやつも行ったけど、先月ぐらいに、その前の普通に自粛前は全然ラジオ行けてなかった気がする。ちょ、自粛前に自粛してた。そうかもしれない。確かに瀬戸宗とか、瀬戸宗何回行ったことあるの？でも2回ぐらい、2回ぐらいかな。でもあれは兵庫面と、あともう一人は回してるから、なかなか回ってこないですよね。もっと STA には結構出てましたよね。
確かに。もっとエステユいっぱいいっぱい岡山イオン行った記憶ある。そう、3回くらい。もっと行ってるでしょ多分。私もう5、6、7回行ってるイメージなんですけど。もっとエステユそんな行ってないかな。ダメちゃん、めっちゃ行ってるイメージ、千代の中で、記憶の中では。いや、でも言ってるよね、多分。うん。いつから始まったんだろう。もう、じゃあ結構経つんですね。誰と出たか覚えてる。誰だろう。かのんちゃん、くうかちゃん、みちゅう。あと誰と出たっけ。その3人は多分最近というか比較的最近一緒に出た気がする。あと誰と出たっけ。あーちゃんもあったような、あったっけ。昔は覚えてないです。でもくうかちゃんと2回出た気がする。出てないっけ。ちょっと待って、もう何も覚えてない。最初のがみちと、あ、最初みちと出てます。一応じゃあみちと2回出てるかも。最近もね出たから、で最近というか、最初も出てたとしたら2回出たかも、みちと。あ、そうですね、渡辺ちゃんと、あれはリモートというか広島で撮影だったんですけど、もったいして渡辺ちゃんと出ました。うん、スケジュール帳にはそういうこと書いてない。なんかね、書くけど誰ととかは書いてないですね。もっと STU みたいな。私はスケジュール帳を埋めるのが好きなので、あまり見返したりはしないんですよね。たまに見返したりするけど、そう、なんかたまにスケジュール帳パッて見た時になんか文字で埋まってるとすごい達成感だから、一応そんな物事を続けることが続くことがあんまないんですけど、まめにやることで。スケジュール帳にお仕事を書くのはもうずっと続いてますね。スケジュール帳というかアプリだから続けられるのか。ちょうちゃんのスケジュール帳一度見てみたい。なんかね、一回ねメールで送ろうとしたんですよ。年末に振り返りみたいなしようと思ってスケジュール送ろうとしたんですけど、ね、NG が出ちゃった。これ送れなかった。
まあ確かにそうだよなって感じなんですけど。ダメでしたね。そう。いつからスケジュール帳を作り始めた？いつだろう。もうこの携帯変えてからなんかバックアップとかめんどくさくてやんなくて、あ、やったっけ？あ、もうやんなくて LINE とかは普通になんかパスワードとか入れたらログインできるじゃないですか。でもスケジュール帳がいっかと思って一回消したから、こっちのは昔のは消えちゃってるけど、でもその昔のも合わせたらもう多分2年ぐらいね書いてると思う。そう、消えても気にしないタイプなのね。うん、なんか、なんか新しくするのを機に全部新しくしたいタイプかも。でも LINE とかそういうのはお仕事の関係のとかもあるし変えられないけど、それ以外ある？そんなにあんまないよね。あ、写真とかは、あ、写真は思い出して、なんかバックアップとかはせずに本当に残したいやつだけ残して、あと全部消してエアドロップした気がする。そう そうですね。でも本当にそのぐらいしないと写真がなんかアイドルになってから本当似たような写真ばっかりで 自撮りとかするじゃないですか、メール用とかお仕事柄自撮りをいっぱいするので、そしたらもう自分の顔がいっぱいなんですよね。で、普段そんな消すのとかめんどくさくてしないんですよ。だからいっぱい自分の顔、もういらないでしょっていうような写真がいっぱいあるから、そう、それもあると思います。だからもう移行はしなくていいやってなる。そう、ちょうちゃんの写真フォルダーに1万超えた。え、すごい ありがとうございます。すごい、1万枚も私がいるんですね。
ね、でも確かに初期からメール取ってくださってる方とかだとメールだけでもそのぐらいいきそう、いかないかな、どうだろう。でもメール以外にもいろいろありますもんね。リトルチャーミングトリップ、みんな可愛くてもっと話したい。まずは衣装よね。あ、本当ですね。衣装をね、できたら嬉しいな。そう。
あ、またすごい聞こえる？ねえ、ピアニストになってください。雨のピアニストか、やりたい。アメピてかもう、てかもう本当にソロ公演やりたい結構やったばっかり、うん、ソロ公演ファンの方の前でやりたい。てか公演をやりたい、皆さんと。握手会もしたいし、なんかリリーベとかしたいし、うん、って感じですね。皆さん、喉と手首がなまってるんじゃないですか？ちゃんとお家でも声出してね、声出してサイレンも振ってください。私たちは皆さんがちゃんとお家でコールをしてくれていると思って、はい、あの公演中煽ってるし、 MC 中とかも煽ったりしているので、そう、皆さんもちろん声出してますよねだってね、煽ってるのよね。シーンってなってたら寂しいです。 もちろんね、声出してますよねでも嬉しかった、チャートリの瀬戸利がなんかいっぱい皆さんの感想を見てたら、意外だったとか好評な感想が多くて嬉しかった。ね、いいでしょずっと楽しみだったんだもん。だってそう、楽しみだった。本当に楽しかった。そう、一番最初のめっちゃ最初にやってた曲も何個か結構入れてて、 Be My Baby とか After Rain とか
は初期にやってたけど最近はずっとやってなかった曲。そう、そうなんですよ。いっぱいしたいな、課外活動公演。個人的にはなんかもう今回の新しく入れた曲全部大好きなんですけど、ちょっとチューズミーが STU にアイドルでいる間に絶対したい曲の結構上位だったんですよ、チューズミー。ね、嬉しかった。でもそれ言ったら全部なんですけどね、新しく入った曲リセットとか海遊魚のキャパシティとか重力シンパシウムですけど、全部なんかもう最高ですよね。絶対千穂ちゃんの選曲だってふーちゃんが言ってた。そうですね。だから結構みんなで意見出し合って、そう、決めました。最終的にはなんかね、チャートリー公演はすごい王道アイドル系の曲が多くて、今までずっとだからめっちゃ踊る、めっちゃ踊る曲とかあんまなかったんですよ。だから普通にステージでやっててもそこまで汗かかない感じだったんですね。でも昨日はもうめちゃめちゃ汗かいてて、みんなチャートリー公演でこんなに汗かく日が来るとはってみんなで話しました。そう、リセット、キャパシティ、オンリートゥデイのこの3曲の並びが一番すごい体を動かしてるって感じがする。そう、じゃあそろそろお礼をしていきたいと思います。20位ゆきさん、19位ちむちむさん、18位大木奈々さん、17位イギータさん、16位しゅうきちさん、
15位ゆうじろうまるさん、14位かーくんさん、13位きたいさん、12位風神雷神さん、11位トントントンさん、10位よしまるさん、9位おっちゃんさん、8位おいでます元気さん、7位だるまさんお父さん、ラッキーセブン。6位電化街さん、5位まさひろさん、4位東京のスワンさん、3位ゆさなこさん、2キャスバルさん、2そして第1位は第1位はよすイエンさん、イエイ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 、ありがとうございます、感謝の極みです、イエイありがとう。ね、皆さんも今日は配信見に来てくださってありがとうございました。今日はですね、この後七並べしたりメール送ったりします。皆さん七並べぜひ対戦しましょう。そう、並べね、この後ベッドタイムなので石田気合い入れていきますそう、ということでじゃあ皆さんバイバイ。お、誕生日マサさん、誕生日おめでとうございます、おめでとう、イエイ。ということでじゃあ終わります、バイバイ、また明日、ありがとうございました。明日もね20時から配信します。バイバイ。